今年1年の農作物の出来をおかゆで占う伝統神事、おかゆ占祭が淡路市の伊佐奈神宮で行われました。このおかゆ占祭は淡路市の伊佐奈神宮で平安時代から続くとされる伝統的な神事です。今年1年の五穀豊穣を祈願して行われるもので、午前2時から2時間おきに竹筒にお米を入れて炊き、竹筒から流れ出るおかゆの状態を見て豊作か凶作かを占います。午前8時過ぎに境内で中身を確認。3本の竹筒はそれぞれ収穫時期の違う品種を示していて、占いの結果は見た人がそれぞれ判断するということです。ああ難しいな、まあ、流れから来たら場所とかね、流れとかがいいんかな、少し奥手の方がね、流れが悪いかな。集まった地元の人たちはお粥の状態を熱心に確認するとともに、今年の豊作を願っていました。